珍しいお客様ですね。いらっしゃいませ。どうぞこちらにお座りください。私の名前はハトムギと申します。お客様は、あ、ここでは決して声を出してはいけません。お客様は心の中で私に語りかけてください。それで、お客様のお名前は？素敵な響きですね。ここではあまり聞かない名ですが、とても気に入りました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。当店ではお客様を眠りと癒しの世界をお連れするために、聴覚と視覚を刺激するショーを披露しております。どうぞこゆるりとお客様の楽なようにお過ごしくださいませ。まずは目の前にあるヘッドホンかイヤホン、どちらかを着用してください。もちろんそのままの状態でご覧いただいても構いませんよ。本日の演目は眠りの世界。さまざまなものの音とともに私の語りを聞いていただくという内容になります。ああ、お客様には眠っていただかなくてはなりませんので、そちらに横になっていただけますか？ええ、ありがとうございます。そのままぼーっとこちらをご覧いただいても構いませんし、目をつぶって音だけに集中していただいても構いません。お客様が一番落ち着く手段をお選びください。それでは説明はここまでにしましょう。準備はよろしいですか？私とゆっくりとおしゃべりをしながら、ゆっくりと眠りにつきましょうね。それではまずはこちらを使いましょうか。先日大きな鍋を買うために町へ出かけたんですけど、そしたらこの子と目が合ってしまって、つい購入してしまいました。これはかぼちゃの形をかたどった貯金箱なんですけど、今は中に硬貨ではなくお菓子がたくさん詰まっております。このかぼちゃ、とってもキュートな表情をしておりますよね。お客様の世界ではこういったかぼちゃの顔をかたどったものをジャック・オ・ランタンと言うんでしたっけ？確か生前に墜落した人生を送ったジャックという名のものが命尽きた時、天国へも地獄へも行けずに、あの世とこの世の境目に取り残されてしまい、地獄の炎を提灯に入れて流浪し続ける、こんな伝承でしたっけ？
魂の行き場がなく、冷たい闇の中をランタンの明かり一つで永遠にさまよい続ける。どれだけ孤独を感じ、どれだけ途方もない時を過ごすのでしょうかね。想像するだけで、ああ恐ろしい。こういう伝承を聞くと、悪いことはしてはいけないと思い知らされますよね。お客様もどうぞお気をつけください。それではこの貯金箱の中からお菓子を取り出していきましょう。これはラムネのお菓子でしょうか。このかぼちゃは体内にこんなにもたくさんのお菓子を詰めていたのですね。では次はこちらのお菓子の袋の音でもいかがでしょうか。このかぼちゃはここに置いておきます。このかぼちゃを見ていると私の友人を思い出します。ちょうど私の友人もこのように大きなかぼちゃの頭をしておりまして、あまりにも頭が大きいのでバランスを取るのが難しいのでしょうか。歩くだけで体がゆらゆらと揺れるのです。その姿があまりにもおかしくて、私はその姿をもっとこの目で見たいと思いました。ある朝、私はその友人をここら辺で一番急な下り坂へと案内しました。友人はいつも非常にゆっくりと歩いていたのですが、いつも非常に大きくゆらゆらと体が揺れているのです。その姿のなんと滑稽なことか。そんな友人の隣を私もゆっくりゆっくり歩いていたのですが、不幸なことに友人は足を滑らせて坂の下へとコロ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 転がっていってしまったのです。私はもちろん急いで友人を追いかけました。ですが友人は坂の下で大きな岩にぶつかり、頭が真っ二つに
われておりました。それはそれは、私が想像していた以上にとっても中身がぎっしりと詰まった美味しそうなかぼちゃでした。私はすぐに友人を自宅に持ち帰り、事前に用意していた大きな鍋に入れてグツグツと煮込んだのです。グツ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 、その時のかぼちゃのスープは今まで食べたどのスープよりも美味しかった。お客様ももう少し早くここへ訪れていたらお分けすることができたのに。おや、どうかなさいましたか？顔が真っ青ですよ。もしかして本気にしましたか？まさか、冗談に決まってるじゃないですか。お客様はなぜかぼちゃの顔をした人間が存在するとお思いになったのでしょうか？さあ、お客様はこの袋の音と私の声だけに集中して、先ほどから甘い香りがすると思っていたのですが、このお菓子から香っているようですね。とっても美味しそうな香りがします。美味しそうな香りを嗅ぐと先日作ったかぼちゃのスープ思い出しますね。もちろんただのかぼちゃで作ったスープのことですよ。それではこのお菓子はお客様がお帰りの際にプレゼントいたしますね。楽しみにしていてください。それでは、次は何をいたしましょう。そうだ、次は、このビニールでできたかぼちゃのお顔でもいかがでしょうか。先ほどのかぼちゃのお顔も大変可愛らしかったですが、こちらも負けず劣らず愛くるしい表情をしておりますよね。それでは早速膨らませましょう。
なんだか気が遠くなりそうですね。お客様をお待たせしてはいけませんし、一気に膨らませましょうか。どうぞお客様もご一緒に、心の内で唱えてはいただけませんか。顔よ膨らめ、顔よ膨らめと。よろしいですか。それではご一緒に、顔よ膨らめ、顔よ膨らめ、顔よ膨らめ。おっと私たちの思いが通じましたね。どうですか、このお顔。お客様に似て、とても端麗な顔立ちではありませんか。ええ、本当にお客様そっくりです。このペタペタとした音を聞くと、なんだか心地よい気分にはなりませんか。私は今とっても心地が良いです。とても心地がいい、心地がいい。どうかなさいましたか？頭が重くなってきた。それはだんだんとお客様が眠りの世界へ近づいている証拠ですよ。顔だけではなく、体中が重くなってきているはずです。お客様はその横たわっている場所から右手、左手、右足、左足が鉛のように重くなり、動けなくなっていきます。そうですね。美しい蝶が蜘蛛の巣に囚われた時のように、あなたは身動きが取れなくなります。重くて、重くて、あなたの体が少しずつ沈んでいく。ですが、その重さも心地よくありませんか？さあ、お次はお客様の耳を柔らかくほぐしていきましょう。柔らかく、柔らかく。
こうやって耳をマッサージすると、ポカポカと暖かくなってはきませんか？耳から首筋、鎖骨、胸、お腹がじんわりと暖かくなって、やがて体中すべてが暖かくポカポカしてきます。ポカポカと暖かくなってきます。じんわりと暖かくなってきました。全身が温まると、なんだかふわふわした心地になってきませんか？ふわふわ。あなたは少しずつ羽のように軽くなっていきます。あなたを捕らえて離さないこの蜘蛛の巣を、私が取り除いて差し上げましょう。糸を剥がし終える頃には、あなたは羽のように軽くなります。軽くなったでしょう。私が押さえておかないと、お客様は今にでも空へと飛んでいってしまいそうです。では次はこちらをお客様の耳の中に詰めていきましょう。
へ。このペタペタとした粘着質のある音と、ペリペリと剥がれる音に耳を傾けると、自分自身も何か剥がれ落ちていくような気分になりませんか？共感は得られませんか？いいえ、よろしいのですよ。あなたのそのようなまっすぐな心が、私を正気にさせてくださいます。それでは次は、こちらのお面を使って音を出していきますね。ここら辺では月に1回仮面舞踏会が行われるのですよ。お客様は参加したことがありますか？仮面をかぶって身分を隠して、普段の日常を忘れて楽しむ。私はいつも一人で参加するのですが、私は人見知りなので、誰かに声をかけることもできず、なかなか友人もできないのですよ。そうだ、一つ提案があるのですが、よろしいですか？ありがとうございます。お客様に私の友人になっていただくことは可能でしょうか？いや、こんな辺鄙な場所を訪ねてくるお客様は実は本当に稀でして、私は常々この場所で毎日毎日変わり映えのない日々を過ごすのに少し寂しさを感じております。お客様がたまにこうして訪ねてくだされば、私はどんなに幸せなことでしょう。どうか私の友達になっておくれませんか？ありがとうございます。温かい心をお持ちのあなたなら
了承してくださると信じておりました。今日から私とあなたは友人です。嬉しいな。そうだ、それでは今日は友人の証としてとっておきのキャンディーをあなたにご馳走いたしましょう。このキャンディーです。このキャンディーは友人になった者にしか分け与えないとっておきのものなのです。あなたにはそうですね、このオレンジ色のキャンディーを。これは不思議な力を持っていて、あなたをあるべき姿へ導いてくれる力を持っています。さあ、そのまま横になったままでよろしいので、口を開けて。そのままゆっくりと味わってください。ゆっくりゆっくり、あなたがきれいに色づくように。おや、眠くて舌を動かせませんか？それでは私が代わりに、お客様が今舐めているキャンディーをゆっくりと溶かして差し上げましょう。安心してください。先ほども顔を膨らませることができたでしょう。念じれば大抵の願いは叶うのですよ。あなたはこの水の音と私の声だけに集中して。キャンディーがゆっくりと溶けて、あなたと一体化していく。すべて溶け切るとお客様はあるべき姿へと変わります。自分が眠っている様子を想像してください。ぐっすり眠っていて、とっても気持ちが良さそう。少しでその姿へと変わります。頭がふわふわして、うとうとして、そのままゆっくりと呼吸をしてください。
しています。そろそろ終焉のお時間です。呼吸はそのまま。あなたはとてもゆっくりと呼吸をしております。たかもしれない。あなたはとっても美味しそうな匂いがするのですね。このままあの鍋に入れてスープにしようか。いや、その前の友人のようにケーキにしても、いや、その前の前の友人のようにクッキーにしてもいいかもしれない。早速レシピの本を探さないと。いや、でもまだ熟していないから調理するには少し早いかもしれない。そうだ、先日の友人のように一緒に散歩でもしようか。慣れない重さの頭を抱えながら、おぼつかない足取りで歩くあなたを眺めるのは、とっても楽しそう。早くあなたと遊びたい。と
持ちの良さそうな顔をしている。今日はゆっくりぐっすり眠ってくださいね。明日を楽しみにしていて。